九月二十一日木曜日今日の天気は曇り日本放送飯田工事のオッケー工事アップ,ーーアップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田工事ですおはようございます日本放送アナウンサーの箱崎みどりです ニッポン放送飯田浩司のオッケー工事アップ、この後8時まで生放送です。えー、今週は新行一川アナウンサーがお休みということで、日替わりでアナウンサーの方々に手伝ってもらっておりますが。今朝は箱崎みどりアナウンサーに来てもらいました。おは,おはようございます。よろしくお願いします。ありね、朝菜。かんでないですね。お子さんもちっちゃいのに。いやー <laughs> う子どもがぐずるとなかなか夜寝られないっていうのがそうだよね、そうだよね、ね<ー>これなかなか寝られないしさ向こうも寝てくんないしさ<う>みたいなねちょっと起きちゃって子供は寝たのに私が寝つけないっていうこもあって一回起こされちゃうとね。そうなんですよねーおー いやいやそんな中ありがとうございますいい。体バキバキでやってまいりました。マジで、はい、やっぱり <laughs> なかなかあの子供を起こさずにこうそっと出ていくみたいながまたね,ね。そうなんですよ。大丈夫だった？大丈夫でした。お<ー>薬だと思います。 ありがとうございます。本当に、今日も一つ。よろしくお願いします。お願いします。あのね、えー、すでに、メールやツイッター、あ旧ツイッターか、今エックスですが。はい、ええ、頂いておりますのは、オリックスバファローズの優勝について、まあ、その瞬間のね、音声等々は。のショートスポーツニュースの中で、また、お聞きいただこうと思いますけれども、まずは、おめでとうございます。おめでとうございます。え三連覇を成し遂げたということで。いいですね。四十六年ぶりですか。ね、えー、秋田からいただきました、秋田のドバちゃんさん。 南秋田郡の方ですね、毎、えー、朝ラジコで聞いてます、オリックス・バファローズが優勝してパ・リーグ3連覇を決めました、これで関西ダービー実現のために一歩近づきましたね、本当なら2位に大差をつけての優勝だったら、クライマックスシリーズはやらないで、1位同士の日本シリーズを実現してほしいものですというふうにいただきまして、えー、秋田からですねオリックスファンの方が、はい、東京の放送局に、えー。<laughs> メールを送ってくるというですねしかもパーソナリティが阪神フ,ファンという二重三重人ねじれてる感じがまた全国またにかけてるといやいやいやめでたいです、ね、ね X でもですねズームズームさん、この方はあのオリックス、バファローズの,あのポンタの絵、ねうん、を,をアイコンにしてるんで、えー、もう一目でわかるという人ですがバファローズ、今年もリーグ制覇達成しましたよ飯田さん、優勝っていいですね、お互いリーグ覇者として日本一のステージで戦いましょうというふうにいただきましたが。ちょっっとやっぱり余裕 といや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 、こ3連覇っていう貫禄が漂うで、向こうさんはそこからさ、だってあの去年、おととしと日本シリーズにクライマックスも突破してるからいいよそうですねうちはもうさ、もう何しろ、ね、リーグ戦は18年ぶりだし、クライマックス、これでどうなのよというのがね、<laughs> またもう,もうあの、弱気の阪神ワんですから。<laughs> 基本的にこうねあの道に石ころが落ちてたってそれが何か不吉なこうね強調なんじゃないかということを思ってしまうようなね犬も歩けば棒に当たるんだろうっていうことを思ってしまう人なのでどうなるかっていうのはねえそ,うなそうなんですけどいやいやだか本当に対照的な2チームが今年はねえそれぞれのリーグを制覇したんだなということでオリックスすごいよね。今期 試合を終えたあこの時点で、えー、打順は118通りあるって言うんだからさ、すごいよね。ね一方の阪神はいや、阪神はさ、まあ、怪我での離脱はあったとはいえ、まあ、あ一番は基本的に鹿本だし、2>, うんうん、2番は、えー、中野だしっていうね、はい、まあ3番もなんだかんだ言ってね、もうすでに森下固定みたいになってるし、えー、4番は大山、5番は佐藤で固定だしという、まあ、あね、ええー、ことなっておりますんで。私あののショーアップナイターのスタスジオ そうだよね担当してるんですけど阪神みたいなチームが一番ありがたいですどうしてレギュラー固定してるっていうのがわかりやすいわかりやすいこの人が出てきたからこんな順だなっていうのがねああ次ピッチャー来るなみたいなのわかるしみたいなキラミきたから次はピッチャーでここは変えるからそうするとあの cm 一本いくかなみたいなことがねこの人誰だっけって選手メーカー見なきゃいけないチームも結構 これね、あのー、時間が読めない中で試合が終わった後現場が終了した後に「えー、ショ o プナイトハイライト」とかね、はい、そこ番組があるんですけれどもそこで、えー、登板したピッチャーに関しては言うことが多くてそ、ね、このピッチャーなんて読むんだっけ、ね、岩崎だっけ岩崎だっけみたいなね <laughs> <laughs> あの土壇場で確認すると大体間違うんです私もあのその経験が何度もあって、ねであのー、そのチームのファンの人たちにとったらそんなもん常識だったりしてそうなんですよ。何 言ってのお前岩崎だろみたいなことはね大変申し訳ありませんみたいなよくよくくありましたの阪神はもう今日ねあの各紙スポーツ欄でねオリックスも黄金時代なんていうね見出しが朝日新聞出てますけれどもえ去年の日本シリーズの日本一を決めた第7戦のスタメンとえ今年の開幕戦のスタメンでたった3人しかかぶっていないというね、え。ー でしかもその三人も打順はあそのに日本シリーズとは全く違うというね<ー>ねえいやだからねその辺。 もうでしかもね、ねこないだの特番でも話し,話していましたけどもし、この2チームで日本シリーズになった場合岡田監督のその力の入れようといったようなみなみならぬものがあるんじゃないかと、うん、なんなら岡田監督は、ねあのー、オリックス時代にあれという言葉を最初に使って、えーえー、交流戦を制したことはあったその、ね、光の部分はあったけれども一方でそのやめ方というのは、ねうんえー、挫折を1つ味わったというのがありますのでまあ、クライマックスがあるんでねこの どうなるかっていうのは、まだまだわからないところもありますが、はい、まずは、えー、オリックスファンの皆さん、おめでとうございます。 あなたの声を届けますリスナーズオオピニオンこの傾向工アップはリスナーのあなたコメンテーター私だ、私、だ今日は箱崎アナウンサーそして番組スタッフとみんなで作り上げるニュース番組です、はい、阪神ダオリックスだって東京の局のくせに大阪の球団のことばかりやりがって <laughs> しかもお前の放送局は富士三ングループなんだからヤクルトやらなきゃだめだろっていう、うん、書き込みはいろんなところからいただいたりもするんですけれども実は私、昨日神宮球場に行ってまして、はい、あれ阪神戦じゃないですよね。そう クあのね、ヤクルト対中日この試合はこの試合でね、あのー、5対2で3点差のところからヤクルトが追いついて最後はオスのナのさよならっていう、えー、なかなか劇的ないい試合で,、えー、で私、子供がこれがまたヤクルトファンなんですよだからもう大興奮で見ていたという。えーえー <laughs> 嬉しかったですねうでも、実はあのちょっと、ね、あの知り合いに誘ってもらったんですけれども三塁側の、ね、ブルペンの目の前の席だったので中日の選手ピッチャーたちがこう投げる、えー、肩作っていくところをこう目の前で見ててて、うん、子供左投げなんで目の前で斎、ね、藤投手とか福投手とかを見て、うん、あこうやってさくんだとかねいろんな勉強になってね。ね それはそれで、でまあ試合前に雨には降られたんだけど、あれやっぱ大気の状態は本当不安定なの。なんかあの秋雨前線がね今日とかは下がってくるんですけど、昨日はそこにね湿った空気が流れ込んでという、ゲリラ豪雨だったもんね。えー、すごい雷になっててさ、やっぱりもうねこう海の温度が上がったりとか、あそうね。そうすると湿気が増えちゃうので、アジアっていう感じで<う>東南アジアって感じだもんね。ね さて、えー、今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者飯田康幸さんこの後6時半通からご登場です取り上げるニュースまずは8月の貿易収支の発表となっていますそして、えー、FOMC アメリカの金融政策決定の会合、えー、パウエル議長金利の据え置きを発表しましたさらには世耕幹事長、えー、日本の経済政策について少なくとも15兆円できれば20兆円補正、えー、やった方がいいんじゃないかという話そして岸田総理は国連の一般党 さらにはデジタル庁そして国税庁もですがマイナンバーご登録で行政指導が入りましたさらにはライドシェアの解禁論これは7時半頃のキーワードのゾーンそしてスクープアップのゾーンは箱崎アナウンサーのリポート神奈川県警の交通安全の取り組み秋の交通安全運動が始まってんだよね。 メールの方はコージーアットマーク1242ドットコムアルファベットすべて小文字で COZY でコージーですコージーアットマーク1242ドットコム X はハッシュタグコージー1242ハッシュタグコージー1242でポストしてください今週は「発見福島」から福島県産のおいしい食材常磐ものセット サンマのポーポー焼きメヒカリの開きカツオの朝炊きを毎日3名の方にプレゼントいたします番組,編番組ホームページのプレゼント応募フォームからご住所やお名前電話番号を入力してご応募くださいいただいたオピニオンこの後ご紹介します本音のオピニオンお待ちしていますここがが気になるのコーナーナスタジオ長官隠しが入ってままいりました、えー、一面と まあ写真付きでオリックスの中島監督がね中を舞うという胴上げの写真は出てきておりますがえ一面トップはバラバラという感じになっています朝日新聞中国の訪日客8月36万人え前の月と比べて16パーセント増伸び限定的えという記事でありますで一方でえ読売新聞はゼレンスキー氏まあ国連総会での演説を一面トップで引いています。 えー、ロシアの犯罪、世界が理解安保理演説平和和平案を説明ということで、まあ、一般討論演説の後にこの安全保障理事会の首脳級会合にも出席して、まあ、この去年の、ね、うん国連のところで平和の公式というものを、まあ、まずはざっと出してきてでそれを。お 秋口に詳しいものを発表しておりましたけれども、まあ、さらに、えー、具体的なこの和平案というものを出してきております、えーまあ、15分間、国連総会では演説をしたということでありました、でその中でですねロシアがあらゆるものを兵器として使っているんだというふうに指摘して、例えば穀物であったりとかエネルギーであったりとか、あとは子どもの誘拐と、まあ、これはジェノサイドだというふうに批判をしたわけです。 ですけれどもこのある意味響き合っているところがそのあらゆるものの兵器化というものが中国がやると例えば観光客の話であるとかで、えー、ここにです、ね、朝日新聞の一面のサブの見出しに処理水放出団体客がキャンセルという,ふうに書いてありますがまさにこの辺り、えー、組み合わせで,です、ね、処理水とそして、えー、訪日団体客とういうところを組み合わせてこれを兵器として使うと。 あるいは、えー、相手国の同盟をにくさびを打つとういうようなことをやってきている もうこういういととが分かってくると、うん、そういう意味では兵器というものの定義がですねあの変わってきているぞということは、まあ、ゼレンスキー氏の演説の中でもそれがくっきりと現れてきますしまた、権威主義的な、えー、そして力によって現状を変更しようとういうような国家というものは、まあ、特にそういうものをこう使ってくるとういうことを頭に入れておかなければいけないというところであります。 それから毎日新聞秘書、兼職自民、立憲議員も相沢氏ら3人現地地方議員ということで、まあ、これ発端は日本維新の会の、ね、議員池下議員が地元の、まあえー、市議会議員さんを秘書としても使っていたということがあってそうすると税金の虹取度じゃないかということが批判されておりましたがそれだけではなくて 自民党の愛沢一郎元国対委員長であるとかあるいは自民党の松本久志防衛政務官それから立憲民主党の福田昭夫衆院議員という3人の方々の名前がこの記事の中では挙げられております、まあ、どこもやってたのかいっていう、ね、話になってくるわけであります。とというところそれ からあ日経は中高年デジタル人材に企業インターン新制度ということで。えーまあね、この辺、あの辺、ー、あ 私ももう中年中都市に差し掛かるわけですけれどもデジタル人材の取り組みが官民で拡大するというですねまあいろんな学び直しの機会そしてそこに対して、えー、支援があ制度があるぞという話なんですけれども、まあ、人生、えー、いつまでたっても勉強なんだよねというのはどっかで息着きてえなと思うんだけれどもそんなことをしたら成長は止まってしまうのかと。えー、もうね だんだんスマホの文字が見えづらくなってきてああ目が滑るっていう感じになってこういうことが起こってくるんだなと感じる日々でございますこうが気になるでしたこの時間からコメンテーターの方々ご登場今朝は明治大学教授で経済学者飯田康幸さんですおはようございますはよございますよろしくお願いしますさあまずは8月の貿易収支2ヶ月連続赤字というニュース昨日財務省が発表しましたけれどもはい まずですね、はいえー、日本が海外からあどうやって稼いでるか、かつては貿易立国というふうに言われていたわけなんですけれども、はい、現在の国際収支を見ると、うん、日本の稼ぎのほとんどが所得収支と呼ばれるものです所所得得収収支支ってのは、要はですね海外に金を貸した、うんまたは海外の株を持っていて、えー、その配当を受けた。 えこういう収入これが日本の稼ぎ海外からの稼ぎのまあはっきり言うとほとんどなんですねですから日本現在は貿易立国というよりは投資立国なんですなるほどこれねあの皆さんあの個人の単位で海外の株なんて持ってないよって思われるかもしれないですけれども企業を通じてまたは 金融機関、まあ、要は銀行に貯金したものが企業に貸し出され、はい、その企業が海外で、えーまあ、例えば工場を建てるといった活動をするとこういったあ、まあえー、間接的な投資の収益が中心なんで、はい、あんまりまあこの貿易収支そのもので一喜一憂するものではもうなくなってるんですけれども今回の場合は。 まあ大きく取り上げられるのはおそらく中国向けの輸出の落ち込みだと思うんですね。はい。で、えー、これはまあ、あその主役といいますか、中心、うん、は、えー、水産物含む食料品。うん、こちらはあ、まあ、前年同月比で40%以上減ってると。はい、理由は何かといったら、中国が日本の水産物の輸入を停止したからなんですね。で、 えーまあ、理由としては福島第一原子力,力発電所処理水を海洋放出して健康への懸念がうんぬんっていうんですけれども彼らは核汚染水なんて言葉を使ってねうん,うんだそもそも中国日本の比じゃないぐらいの、はいえー、量海洋放出してますけれども、はい、まあそこはまあだんまりなんですねで、えー、まあこういった全く科学的な根拠のない話 というか根拠も何もあるって本当に思ってたら自分の国が出さないでしょうと。貯めとくでしょと、ね。貯めとくでしょそんなことをやってる国どこ世界中どこにもないでしょと、うん、あのいう話なんですけれども面白いのはこれに対する日本国内での議論で、うんはい、やっぱりなんか。 あ例えば中国がこう言ってるんだから、はいえー、一方的にね、えー、日本の言い分を通すんじゃなくて、うん、中国の言い分も聞くべきだとかね説得が足らないとかねねんだかんだ言ってるんですけれども、はい、こんな何の根拠もないことに対して何か一歩譲っていたら、うん、あ日本っていうのは無理筋だろうが理由がなかろうが 強くく言っったら譲ってくれる国なんだんで、えー、まさにこのお、ま、外交関連の方あとかあもお指摘されてますけれども、はい、今回の水産物の輸入停止って日本が中国の需要をつまりお客さんとして中国が買ってくれるというのをう政治的にどのぐらい重視してるのかを測るためにやってるんじゃないかと。 なるほどつまりは、あその日本の外交がどのぐらい中国経済の、まあ、パワーっていうのを重視しているのかを測る、まあ、だってこれ、どう考えても無理筋な主張なので、むしろお、まあ、そちらの中国への姿勢を見るためにやっているっていうふうに観測した方がいいと思いますね。うんが気になるプラスでした ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田工事の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りニュースの予定やコメンテーターのラインナップをご紹介しています後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー 今月はジャーナリストの有本香里さんとジャーナリストの桂木奈美さんに登場いただき安全保障問題について掘り下げてお送りします。週末もぜひチェックしてください あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げます今朝は明治大学教授で経済学者飯田康幸さんです引き続きよろしくお願いしますまず株と為替の値動きです現地20日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前の日と比べ76ドル85セント安い3万4440ドル88セントで取引を終えました ハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は209.06ポイント下がって1万3469.13でした一方円相場は1ドル148円20銭付近で取引されておりますアメリカの金融引き締め長期化が懸念される中続落したということですが<え>さあそのニュースのもとはこちらのニュースです アメリカ FRB の,の中央銀行にあたる FRB= 連邦準備制度理事会は20日物価上昇抑制のための主要政策金利の据え置きを全会一致で決定しました FRB のパウエル議長は会合後の会見の中で適切ならさらに金利を上げる用意があると述べました まあこれが、あこの先ちょっと引き締めあるのかというところで株が下がった原因と,とま、うん。まあ、基本的に、この連邦公開市場委員会、はい、まあ各地区の連銀の総裁などから構成されるんですけれども、はい 基本的にまあ過半数が年内にもう一度利上げだというふうにえ考えているようですのでうん、うん、はい。まあ年内利上げは、まあある、すでに市場は折り込み済みだと思いますうん、うん。はい。で、なぜかと言いますと、まあアメリカ一時期9%台のインフレ。 前年比でですね、はい、でこれが今3.7%、うん、だいぶクールダウンしてきたんですけれども、はい、やはり3%台後半のインフレ率インフレ状況で、うん、まあ金利を下げるってことはまあ,ありえない,いわけですね、はいうんで。むしろこれがちょっと何がかの要因で4%台になるならば。 また4%になりそうならばもう一段階金利を上げて需要を締めなきゃいけない。で、えー、何にも増してですね、普通こんなにいい、まあ、金利を上げ続けると。はい まあそうですよねお金借りづらくなるからまあ実際ヨーロッパそうなってるわけですよ投資しづらくなるなんですがアメリカはどうもならないんですよねこれ何なんですかでやはりですね例えばオフィスの賃料であったり事業用の不動産こういったところはちょっと停滞しつつあるみたいなんですけれども個人消費個人の住宅 この辺りが強いんですね、うんでえー、最初はあこれはまあコロナでベントアップ需要って言ったりしますけれども、はい、コロナで押さえつけられていた分取り戻すようにその時買わなかったものを買っているから一過性のものですよっていうふうにみんな言ってたしエコノミストもそう思っていたんですが、うん、どうも持続的だと。はい、で、えー、これは一つ高圧経済。えーうん というのの大きななな特徴なんじゃないかと私は思ってます<ー>高圧経済っていうのはかなりの強さでの労働市場の逼迫つまり人手不足ですね、はい、これが起きると貧しい人ほど給料が大きく上がるんですね元がベースが低い、ま、元が低いからまたはまあ元は失業してるからですね、はい、で彼らは 単純に言うと必要なものがたくさんんあるんですよ、うん、つまりずっと貧乏だったまたはちょっと仕事が本当になかったっていう状態からやっと安定的に稼げる、はい、それなりの給料をで特にアメリカの場合今、えー、未熟練単純労働のの時給の上がり方、うん、あの非常に急です、うん、そうすると一番本当は買いたいもの買いたいものっていうよりももはや必要なものがたくさんあるという人に。うん お金が回ると需要が強い。<ー>ですからコロナ以降の数年でアメリカは所得格差が縮んでるんですね。はい、下からの底上げで格差が縮まってるんですか。そうそう底上げで縮んでいる、うん、でまあ上の方は別にねこんな金利が長い状態高い状態ですから、はい、えまあ株価あとはやっぱりちょっと パッとしないところありまして、えー、そんなに一気に増えるという感じはないんですがあとは物価高だから企業利益っていうのも別にどんどん増えてるわけではないと。っていう中であ、はい、これって所得が平等化すると結構強い需要っていうのが働くんだと。<ー>で、えーまあ、随分昔の話になりますがかつて。はいえー まあ1億総中流と呼ばれた日本、はいえー、景気が多少悪くなっても需要が強かったんですねこういった強い需要っていうのを、はい、アメリカは多分狙ってやったわけじゃないんですけれども、えー、結果として、えーこのまあ、どちらかというと低所得者層の給与が上がることによる、まあえー、底上げが働いてしまったと。はい、これは非常にまあ今後の 高圧経済人手不足の状態を維持するという政策にとってちょっと面白い例 えを提供しててくれいいるなと思いますね<ー>これを分析していくとあら新しい経済理論だったりとかにつながっていくかもしれないだかから新しくてえ、はい、実は古かったです,あ古いですけれども <laughs>、うん、ちょっとでその辺を指示をまたいで掘り下げていきたいと思いますきっかけとなったのはやっぱりコロナ対策のあの莫大な財政支出にあったのかどうなのか。 えー、今週は新業アナウンサーがお休みということで、日替わりでアナウンサーの方々に手伝ってもらっています。今日は箱崎アナウンサーです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。ししますそしてコメンテーターは明治大学教授で経済学者、飯田泰之さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、高圧経済の話、まあ、あ慢性的なね、人手不足、うん、それがまあ、経済。 はっていくんじゃないかという話もありましたが、はい、起爆剤となったのはやっぱりあのコロナでものすごい財政支出動アメリカはやった、そうですね。あれになるんですか？はい、えー。そしてもう一つは、はい、アメリカはコロナ対策を主に失業保険で行いました。日本は雇用調整助成金で行った。はい。で、えー、アメリカ失業保険の給付金があまりにも良いものなので、えー、比較的これアメリカ定年ありません大抵。はい。で、えー 比較的高齢で労働市場から、まあ、要はそろそろ引退しようかどうしようかって思ってる人をこれ借り込みっていうんですけれども、はい、かなり先取っって引退させちゃったんですねまあもうそろそろここ数年以内に何か区切りがついたら、はい、まあ日本風に言うなら隠居しようって思ってた人が「んなんだ給付金倍なのか?<ー>じ」じゃあ今でいいや。 でうん、うん、彼らが労働市場に戻一回リタイアしちゃったらもういつリタイアするかを迷ってた数年分の人たちですからで、えー、彼らが抜けた分労働市場がとにかく強いと。<ー>で、えー、これは1970年代から研究の蓄積があるんですけれども、はい、景気が良くて人手不足になるほど、うん、まあ学歴面 あとはアメリカだとエスニセリ、まあ民族あ、なるほど。はい、で、まあ、最近はそこまでじゃないですけれども、かつ昔の研究だと性別、ええ、こういった面で不利にある人が就職しやすいんで,、ねうんで、就職して働いてると、人間働いてると能力が。 自然と上がっていくってていいくう面もあるんですよ、はい、あのそういったのがあまあむしろ長長期的な成長につながるですからあこれアメリカこの今はまああの所得低い人が稼げるようになってそれが需要を生み出して需要が強いだけなんですけれどもこれがその後の、はい、まああのアメリカ経済の成長、まあ、すごく まああのなんていうか地に足がついたといいますか<ー>下からの生産性向上っていうのが起きるとしたならば、はい、これアメリカ経済の成長は中長期的なものになると思います。な本格的な好循環って感じですね。そうなんですそうなんです。ですまあ実際のところまあ中長期的にば10年20年の単位で、えーはい、経済が安定的に成長するときって大体このあのタイプの サイクルが働くんですね景気がいいから就職できる就職できるから技能が身につく技能が身についてまあ給料上がっていくから今度はお家を買おうとかね<ー>、えー、新しくく大きなな需要て中古車じゃなくて新車買おうとかね。はいあのー、ってなってくるとまたそれによって需要が強いから所得が伸びていくっていう循環に入ることができると、はい、非常にまあ 大きいというのもですね世界全体での需要を見ると中国経済の減速あともう一つはまあ中国経済と西側各国の経済関係のデカップリングこれはもう明らか,切り離しが明らかになってきてきますですからアメリカの需要の強さというのがどのぐらい続くのかというのは西側世界にとっては非常に重要になってきてますね。 先生そこで質問なんですけど、はいあのー、日本も今人手不足言われ出してるじゃないですか、はい、これがその同じような好循環に持っていけるもんですか私はそう思っています、うん、で、えー、だからこそですね、はいえー、さらには日本の場合はあやはりこの中国とのデカップリングの関連でいうとうん、うん、明確に日本に工場が戻ってきますああはい。 あの比較的中ぐらいの所得の方を作りやすいんですね中間層を安定雇用を作りやすい業態ですでそれをどうやって受け止めていけるのかと、はい、今あまあ全国の工場誘致最大の課題は働き手を確保できるんですかお宅の地域と。<ー>かつては工場誘致といえば、はい、うちもう職がなくて。 働く場所がなくて全然なんです工場来てくれたらみんな働きますだったの、うん、真逆で工場側は何を見てるのか、うん、ちゃんと労働者いますよねお宅の地域<ー>いないんだったら出せませんよと、うんえー、いうふうに変わってきています、うん、あ九州新しく光線作ったりとか半導体の、ね、専門の学部作ったりとかって、うん、いうのは、はい、そこを見越してのことですかそうなんでですすやはりですね、えー、光線の存在と いい、いい工業高校って変な言い方なんですけれども、ええ、その、ええはい、ちゃんと、その、人材を送り出すことができている工業高校の組み合わせっていうのが。今、これから工場立地にすごく重要だっていうふうに考えられてるんですね。うん。ええー、七島滝でありました。おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに、全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。 時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者の飯田康之さん。この時間取り上げるニュースはこちらです。岸田総理、国連の一般討論演説で核兵器のない世界へ取り組み強化を表明。 ニューヨークの国連本部で開かれている国連総会で岸田総理大臣は現地19日日本時間の昨日一般討論演説に臨みましたその中で総理は核軍縮について次のように述べております核兵器のない世界に向け NPT 体制を維持強化し現実的実践的な取り組みを継続強化していきます えー、演説の、ね、一部をお聞きいただきました、まあ、この核軍縮、広島出身の総理でもあるということでやはりです、ね、で、えー、ここを、まあ、要はあのロシアのウクライナ侵略開始以降、はいえー、現実に大国同士の戦争というのが、まあ、大国が主体になった戦争というのが起きる、うんそして現代においても明らかに明確な、あ えー、侵略戦争というのがあるっていうのをもともとはですね、えーはい、クリミア半島問題から、えー、より世界は自覚的にならなければいけなかったんですけれども2014年あたりですやはり今回のお、まあえー、ウクライナ侵略によって、まあ、核のない世界お題目だけで言ってるんではなくて、はい、実際に核が使用されるかもしれない。 という局面に一歩近づいてしまってる、うんうん、こういった中でやはりそこを強調していきたいんだと思うんですよね、まあ、今回のこの演説の中で、まあ、そういった複合的な危機に対しての一つのキーワードとして人間の尊厳、うん、ということを、はい、もう岸田さん10回以上使っておりましたそうですね、えーうん、やはりですね現行、日本の外交そして軍事力で、はい、ロシアを直接的に止めるということはできない。 でその中でどうやって世界が強調して、まあ、ゼレンスキー大統領ウクライナ大統領の、まあ、言い方だと団結しなければいけない、はい、その時のキーワードとして、まあ、人間の尊厳、うんえー、というところを強調していく。えーまあ 質しかなかったというと、お辛いですけれどもね。う,ん、うんまあそして日本としては当然ね、えー、ロシアもそうだし、<laughs> うん、その先に中国の存在だとかも見ながら、これは演説してるわけですよ、ねうん、はい。で、えー、やはりですね、岸田総理、まあ、そして、えー、ゼレンスキー大統領ともに、はい、この国連の現状というのを、何んらかの形で変えなければいけない、うん、というか、そうしないと国連が機能しない といいうう問題意識は強く持っているようです、はい、まあ岸田総理というか日本はもうずっと、ねはいえー、常任理事国入り、うん、または常任理事国自体を増やす,す、はいえー、という話をずっと強調してきましたしまたあの国連改革の中では拒否権をどのように取り扱うのか、うん、今、常任理事国であるアメリカ、イギリス、フランス ロシア中国は中華自民共和国、はいえー、そのお、まあ、5か国だけがさまざまな国連の決定に対して拒否停止をすることができる、うん、っていうんですけれどもこれってあの要はですね もともと国連はできた経緯から言って日本、ドイツそしてまあイタリアもかもしれませんが、うんはい、第二次世界大戦の敗戦国、うん、これがまた無茶な戦争や軍事拡大または周辺との紛争を 起こすこすすとを良くする、うん、でその後は今度は、えー、発展途上国の中で、えーまあ、侵略戦争または国同士の争いがあった時に調停するっていうイメージだったのが、うんはい、まあ,あ実際にはあこの5大,5大国が直接の当事者になって戦争が行われた時に。 この拒否権システムって結局、ロシアがやることには、中国がやることには、うん、国連は立てつけないと、うんえー、いう話に、まあ、なってしまうんですよね。免罪符として使われちゃいますよね。で、えーまあ、象徴的だったのは、昨年の2月、うん 2> えー、そして今年の,、えーまあ、昨年の5月、北朝鮮への決議案、はいえー、北朝鮮への制裁決議を、えー うん、中ロが拒否権発動で止めたと。かつてでいうとおソ連のアフガニスタン侵攻のように要はソ連が直接行動したものに対してその制裁をソ連が拒否権発動する、まあ、こまあそりゃそうでしょうよとうそうではなくて北朝鮮について、はいえー、この権利を行使したことによって要は中ロは。 自分たちの、えー、つまりは東側各国の意思決定に対しては拒否権を、うん、行使するぞと、まあ、もっと、まあ、平ったく言うと、古文は守るぞと、うん、<laughs> そうこれはあ、はい、かなり国連のお性格というのを変えてしまったと思いますね。うん そ,そして、まああの、岸田さんね、えー、結構長文の演説を行っておりましたが、その中であの質の高い成長とか、うんまあ、経済についてのお話というのも入っています。あのー 私の政治信条でもある人への投資、ねうん、え書いているんですけれども、一方でこれ、国連に立つ前に経済対策の話をしてじゃなんですか <laughs> です、ね、これ、は本当にやるんですかね、私自身は人への一番の投資は、はい、労働市場が逼迫することだと思うんですね、人手不足であること、はいうん、これが、ね、一番人への投資を加速する。 ただからその一方でやはりこれから、うんえー、産業大きく変わります。で、えー、この産業の転換点でやはりですねこの高圧経済が上手に機能する条件は、はい、人の移動が多いこと<ー> <laughs> みんながもっと稼げる職に移るもっと稼げる職に移る人がいると、はい、空席ができますよね。そそうするとそこに今までよりも もっと稼げる職が見つかったって言って移る人がいる、はい、これをアップワードモビリティ、えー、上昇移動上方移動って言った上の方への移動という,うにですね,ですねはい、はい、でこのアップワードモビリティが起きることの条件が労働市場の流動化だから、えー、日本国内で人への投資の加速をするためには、うんはい、もう一つ労働市場の まあ今まで労働市場の流動化っていうと大体がクビにしやすくすすくるっって話だったんですよそっちではなくて辞めやすく、はい、え転職しやすくする仕組みしかも自発的にこれをどう整えていくのかというのが日本における一番の人への投資の加速だと思います。うんうんうん さあそしてもう一つ用意していたニュースなんですがデジタル庁に対してマイナンバーご登録で行政指導が入ったと、はい、こういうニュースであります、まあ国税もそうなんですが、まあ、マイナンバーと銀行口座であるとかの紐付けを間違ったということに関してであります、うん、はい、えー、これ、まあ、同じ、まあ、ようなミスというのが、はい、結構な件数出ている。えー と言いつつもですね、えー、じゃあ、日本全国1億2000万人の紐付けについて、はい、まあ、こういったあまあ紐付けのミスというのが数百件、または数千件ぐらいのオーダーなんですね。はい、これは、うん、正直多いとは言えないと私は考えています。で、えー、こういうふうにシステムの転換をするときって、 必ずエラーが出るんですさまざまなプログラムであったり、まあ、アプリ皆さんアプリ、うん、携帯とかで使われてますけれどもちょいちょいアップデートかかりますよね変わりますねで、えー、特に機能変わってなくてもかかるあれは不具合が見つかったわけなんです、うん、で、えー、実際こういったあ、まあ、紐付けであったりシステムって走り始めないとミスが分かんないんですよ、うん だからこそ、おまあ、類似の仕組みとして、えー、年金、お知らせ便。はい、ああ。あれは、はい、このミスのチェックを、全員に、自分で自分の分やってもらうと。はい、はい。全、まあ、全国民というかね。そう<ー>これね、かなり有効な仕組みだったっていうふうに言われていて、システムが間違えているかどうかを、1億2000万、全部チェックするっていうと、はい なかなか気づけないんです。むちゃくちゃお金もかかりますもんね。そうなんです。<laughs> で、お金かかった上に不十分。一方で、はい、自分が自分の分っていうのを、はい、つまり1億2000万人にで、まあ、赤ちゃんとかご高齢の方とか別かもしれないですけれども、自分の分だけ確認してもらうと、これあの、 穴が埋まりやすすいんでねある意味での人海戦術を使いつつ、走る中で修正していくべきだと思います前にこの話を河野デジタル大臣に聞いたことがあったんですけど、いや、今は手紙出さなくても、実はマイナポータルってアプリで確認ができるんですよと、いや、それができる人は多分紐付けも間違わないんですねね。ら、やっぱり一人一人が確認すると、それだけで結構ラーは、まあまあ、それでかなり埋まると思いますね。 えー、この時間飯田正幸さんとお送りしてまいりましたおはようニュースネットワークでした続いて教えてニュースキーワードですライドシェア解禁論訪日外国人旅行客数の回復などでタクシー需要が高まる一方で ドライバーの減少に歯止めがかからない現状に対し、政府・与党内では、一般ドライバーが乗客を運ぶライドシェア解禁の議論が急浮上しております、まあ、今までであれば白タクということで、うん、まあこれれは禁止されていたもんですが、はい、タクシー、かつて高度成長期には、くも助タクシーと。 ええー、<ー>あとは雷タクシーとかですね、はい、雷タクシーでまあ要はあタクシーのおー、まあえー、運転手の方のマナーであったり、はいえー まあドライバーとしての能力うん等に随分問題視されてで皆さんタタクシーー近代化センターでしたっけそういったまあ各タクシー業界いろんな取り組みを通じて今の安全で安心なタクシーの運行 っていうのが出来上がったと。はい。で、えー、おそらくこのライドシェアの話を聞いて、タクシー各社は待ってくれと。うん。三十年、四十年かけて、現在の状況になったと。うんはっきり言って、いきなりポッとお、ま、誰でも登録すれば、あ、はい、ま、客乗せていいですよってなったら。 何十年間そのタクシーの歴史を逆戻しするってことですよとそれでいいんですか、うん、と言いたいその気持ちは大変わかる、はい、でその一方でですね今ドライバーの不足、うん、そしてタクシーの不足というのがまあ、実際都内だと流し本当に捕まらなくなってきてます、はい、でまた私地方都市に、はい、まあ出張行くこと多いんですけれども 以前だったらずらーっとどこまでタクシーいるんですかって状態だったのがいないとお店に電話でなじみのタクシー会社を呼んでもらうっていう状態になってたりするまあこういった中でなぜまあ私がいつもこのライドシェアの話で言うとなぜ一足飛びに何かあの全員の自由で、えー ウーバーイーツじゃないですけれどももともとウーバーは,い、まあはまあドライドシェアですから、えー、あの誰でもできるに何か移行する話ばっかみんなしてるんですけれどもうこういうのは簡単に言うとすり足でちょっっととずつ進めるべきだと思っています、うん、具体的には旅行代理店等がお客を運ぶうこういったサービスを登録制で可能にするとか<ー>現状で問題が発生しているところを ちょっと規制緩和していく。何かその、えまあ、小泉内閣、あ、新次郎じゃなくて、あの、淳一郎、おやじの時代ですね。えとかの構造改革論のスローガンのように、いきなり全部変えますっていう改革は後戻りしづらいんですよ。うまくいかないかもしれないですよ、ライドシェア。はい。なまあ、まさに、まあ、 暴力的な人がもともと拉致を目的にとか、はいえー、犯罪を目的に客を乗せるかもしれないうんでそれを止められないっていう状態にすべきではない、はい、じゃあこれはあの登録とまたね研修をするからとかっていうんですけれども、はい、うんそれでうまくいくほどではないやっぱりそのむしろすり足で例えばその旅行代理店は。 乗せていいですようん、うん、とあのお客さんをまあ旅行立ては自分のところの看板があるからそんな無じゃなことしたら本業にまで影響が出るそうなんです、うん、んやはりですねこの看板っていうのを背負ってるかどうかっていうのは行動にとってかなり重要なんですねで、えー、またですね、えー、その例えばまあ言葉悪いんですけれども、えー、デリバリーのお弁当が あんまりあの、上手に運ばれてなかったとか。はい。ハフタ揚げみたいな崩れてたとか。ぐちゃぐちゃ崩れてたとか。はい。それね、ああ、もうクソとかって、ええ、言うだけで済むんですけど。はい。僕はあの、乗ったタクシーが、うんうん、タクシーって言っちゃいけないですね。うん、乗ったその自動車の運転手が、ええー、まあ、その犯罪。はい。 一社だったって言ったら、これ、あの、お弁当崩れてたとかとは、ちょっとやっぱレベルが違うんですよ。まあいきなり人命に関わることになってるそう、人命に関わることなんです。うんうん、となると、ちょっとずつ、一個解禁、一、はい、個解禁っていうのを積み重ねていくと、うん、あれこれだったら、このシステムならば、あまあ、全面的な解禁ができるんではないかっていうことになりますし、さらにもう、現状でも進んでますけれども、はい タクシーのお現在のサービス水準というのを維持するとしたならば、うん、ドライバーにはかなりの数の外国人労働者を使うという話になってきます。うん、で、その時にどうやってサービスを維持するのか、うんえー、またはあ、まあ、そういったお互いの働きやすさあ等を確保するのかっていうのは、これまた 大きく問題になってくる。うん、まあね、車はね、もうそもそも日本右ハンドルだったりしてね、はいえー、いろいろ違いますし。違う,違う。まあ習慣も違いますしね。うん、で、これ訪日外国人客数の話ばっかり言われるんですけれども、うん、まあ一方でそのね、先ほども飯田さんご指摘だった、うん、地方でタクシーが足らないと。これ例えばご高齢でも車運転しない免許返上しちゃったっていう人が、うん、病院行くにももう足がないんだよっていうことになる。はい これも部分的な解禁の、うん、まあ、いいところ、または、あの、重要なポイントで、はい、例えばその地域で、地域に住んでる人が地域の人を運ぶときには、免許を出しますよ。はい。これだったら、もともと顔見知りだけど、えー、変な話、毎度お願いして、ただで輸送してもらうよりも、むしろお金を払った方が、お互いに気持ちよく、はいえー、乗れるし、乗せられる。 で、えー、こういったところをお、まあえー、解決することだしに、一足飛びにやってもしょうがないと思いますんで、すからまさに旅行代理店とその地域で、その地域内の住民が地域内の住民を運ぶというサービス、うん、こういった部分について、えー、解禁をしてみて、そこからの遅延を経て、はいえー、もっと、ねあのうん、規制緩和していくのか、やっぱだめだわと。 なるのか、えー、考えていく、そういった段階が重要だと思いますねうね、えー、教えてニュースキーワード、今日はライドシェア解禁論について、まあ,あ、これは規制の緩和であったりとか、この変えるのの進め方のお話と、うん、まあ、クリアカットなものをね、えー、好む、求めるという人は多いですが、そればっかりでもないぞという話でありました。 さあこの時間はですね、えー、箱崎アナウンサーのリポートですえー、今日からあ30日土曜日までの10日間、えー、令和5年秋の全国交通安全運動があ行われるということで、まあ、あこの時間はですね神奈川県警の交通安全の取り組みについてなんですけどこれが箱崎さん、結構特色があるんだって。そうなんです 全国初めて AI システムを活用した交通安全の取り組みを神奈川県警が行っているということでお話を伺ってきました<ー>そもそも AI 機能としては周囲の状況を把握できたりとか、はい、プログラムしたシステムに沿って考えて判断しデータ分析ができたりといったことが、ね、できるんですけど、はい、最近では農業なんかでもスマート農業と言われて用いられていて例えばトマトのハウス栽培では 温度や湿度、CO2 の量、日射量などを専用のセンサーで検出し、AI が分析。 病害の観測リスクを予測、手元のスマートフォンなどで確認できるようになっているというんですね。ね、うん、ですので予測に基づいて農薬を散布するなど適切な処置を効率的に施すことができ収穫量の向上に役立っているんだそうです。うん、ででははそんな AI、はい、交通活動にどう役立っているのか、うん、神奈川県警では 交通事故が起きやすい場所を予測すするシステムに使っています<ー>過去の事故データそして当日の天気あの視界とか、ね、見通し雨とか西日、うん、とかいろいろありますけれどもうん、うん、と温度周囲にどれだけ人がいるかなど各種公開情報を組み合わせ事故が起きやすい場所を地図で表示してくれるんです。うん、で革新的なのは、うん、こののはこ要警戒エリアの地図デデジタタルマップデータを あらゆる現場にいる警察官の端末でリアルタイムに見ることができるようになった点なんです。で時間帯別のリスクの変化も分かるようになったのであのおわりさん、皆さん地域に張り付くということではなくピンポイントに重点地域がここだという意識で移動するときパトロールのときにそこを通るとかななんでしょう効率的に、ね、その重点地域をこう警戒できるようになったということなんです。でですので 警察官配備の効率化、はい、時間短縮が実現できたということなんですねで神奈川県警では2年前から AI を試験的に取り入れて試験運用を経てうん、うん、去年全国の警察で初めてこのシステムを導入しました。そしてさらにこうバージョンどんどんん アップしていて、うんはい最新版では損害保険会社の協力で提供されたドライブレコーダーのデータから、うん、ドライバーが急ブレーキを踏んだ場所、うん、危ない場所ですね、そのデータを取り込んで<ー>より詳しいデータが出せるようになっているということなんです。なるほど 県内の神奈川県内のおととしの交通事故の死者数は142人統計が残る1948年以降初めて全国でワーストになってしまったんですが、うん、去年、AI システムを導入した後交通事故の死亡者数が113人と過去最小の人数になったということなんです<ー>ちょっとまだ因果関係はねはっきり証明できてないんですけど交通事故の死亡者数が減ったということなんです。うんうん では神奈川県警では意識や行動がどう変わったのか神奈川県警交通総務課の各地隆さんにお話を伺いました一番の大きなポイントは警察官の活動が効率的になったという点です今まで警察官の交通取り締まりの場所パトカーとかのパトロールの場所選定には、まあ、今まで過去の交通事故の発生実態や まあ、いわゆる警察24時でいう刑事の勘みたいな、まあ、経験則みたいなものをですね、活用するのが中心でした。で、今回この AI システムを活用することで、発生予測というのができるようになりましたので、で今までの発生実態、プラス発生予測も加えて、効果的な交通該当活動ができるようになりました。分析となると、今までの分析システムあるんですけど、まあ、ちょっと専門的であったり、 やっぱり分析にかかる時間が非常にかかるということで、ちょっと効率的ではない一面もあったんですが、まあ、AI システムを使うと、まあ大体おおむね1分以内には自分の机の前のデスクトップの パンと出されますので、今までかかってきた時間が、他の街頭活動、他の警察活動にできるということで、幅が広がったと思います。どのくらいかかってたんですか一概には言えないんですが、まあ、本当に朝夕時間帯、車種別、地形別になると、もうそれなりの数十分 <laughs> 下手すれば、本当に数時間帯にはなったんですが、 まあそれは大体パソコンのクリックですと最初7クリック、1分以内に画面ですけども目で見える地図上で目で見える形になりますので非常に分析にかかる時間は少なくなりました。ということで、各地さんによると分析に割いていた時間がもうね AI の導入で一気に短縮されてその分、取り締まりとか街頭活動に警察官を長時間配備できるようになったというのがねすごく大きいと。 おっっししゃっていました繰り返しになりますけれどもうん、うん、交通事故死者数おととしが142人で去年導入後死亡者数113人過去最少ということで、うん、あの AI システムでそのほか消えかけの白線などを検知して早期補修につなげたりとかなるほどねそういう,こう画像分析みたいなところにも使えるわけだ。 あとの学校に情報を提供して、はいはい、あの通学路の安全を守ったりとか。いろんなね、使い方をされているんだそうです。このまあ、刑事の勘の話がありましたけど。うん、この人間の勘みたいなものっていうのも、実は。ある意味のこう、体の中でビッグデータ分析して,て、ね。そうです話ありますよね。ですから、AI っていうのは、人工知能。ですから、なんとか人間の思考回路に、似た活動をさせよう。はいうん っていうのがもともとの出発点なんですね。で、こういったシステムがあると、何が良いって、はい、え、景観って立ってるだけで効果があるんです。<laughs> あ、なるほど。な、あの。 あ街角に警官の人形、ありそうなのかかしじゃないですか、看板で光る蛍光のラインみたいなので夜にヘッドライト照らすとそこに警察官がいるみたいに見えるみたいなありますよねかかし系は結局慣れてくるとどこにかかしがあるかみんな分かった上で動きますからやはり生身の警察官がたまにいる。危ないところで 特に AI が分析した危ない地点に立ってるとあって思う、あっでいいんですよね、そうですよねそれがもうずっと立ってなくていいんですもんね、帽子にとって、分析すれば。刑事の監督併用しつつということだそうですけれども、やっぱり分析の時間が減って立ってる時間が 増えたというのもね大きいんじゃないかとで全現在全国の県警から問い合わせが相次いでいるという話でしたでもちろんこうした取り組みがあのだんだん進化してるんですけれども、うん、今日から秋の全国交通安全運動が始まります、はい、各地さんは交通安全の大切さご家族や友人と話して意識を高めることが大事とおっしゃっていましたので、うん、リスナーの皆様もねぜひ周りの方に広めていただければと思います、はい えー、この時間は神奈川県警による全国初の AI システムを活用した交通活動について箱崎アナウンサーーのリポートでしたさあ今週この時間は福島県応援キャンペーン安全で美味しい福島県の食材が楽しめる都内の飲食店などを紹介してまいりますが引き続き箱崎アナウンサーのリポートです。はい 私が行ってきたのは、うん、東京メトロ有,有楽町線麹町駅から歩いて1分ほど駅を出て路地を1本入ったところにある割烹無心亭さんです。ほう 季節に合った福島産の食材を使った本格和食が楽しめる和食のお店で福島出身の気さくな人柄の店主須田さんご夫婦が営む落ち着いた雰囲気のお店<ら>お店の床やカウンターも福島の木や竹を使っているということでね、うんうん、須田さんの郷土愛あふれるお店です。うん、で取材のの時にいただいたのがイカ人参まず、はいうん 福島県の郷土料理で常磐で採れたスルメイカと人参を細切りにしたお漬物のン須田さんのねもうねお料理の腕がすごくて、うん、人参はあえて水にさらさず粗っぽさを出すのがポイントで、うんうん、日本酒やねご飯に合うよう少し濃いめの味付けになってるんですが、うん、もうね人参がシャキシャキして、うん、噛むとうまみがこうスルメイカのうまみが口の中に広がってものすごく美味しかったです。 そしてねもう一ついただいたのが和風ビーーフシチューこのね無神亭さんお魚以外で須田さんのおすすめが福島産のお肉なんですね。うん、夜は福島県産のお肉で作るローストビーフローストポークそしてランチの人気夜も食べられるんですが福島産黒毛和牛の希少部位を使った日本のビーフシチューなんです。須、うんうん、須田田ささんんんのののね日本料理店で修行を積んだ須田さんの手間を惜しまない煮込みの絶品 ピンでデミグラスソースを使ってるんですが、うん、福島の日本酒で煮込んで出汁で味付けをしてるんですね<ー>こう見た目はね普通のビーフシチューと近い色なんですがうん、うん、食べてみるとあっさりとしていて苦戦がなくてね<ー>優しい味わい中に入っているお肉が柔らかくてねもう口の中でねとろけていくという絶品なんですで和風でね揚げ餅もトッピングされていてねこう非常にね素敵な 一皿でこれはねランチで一番人気なんだそうですうんそんな福島の食材美味しく丁寧に仕上げている店主の須田さんなんですが、うん、そもそもなぜ福島さんの食材を扱うお店をやろうと思ったのか伺いました料理長いろんなところやってる時に震災があって会社内で福島の食材使っちゃいけないっていう通達だったら自分で店やろうみたいな いい面もあるのにそこを潰されるのだけは納得がいかなくてお店をやろうと思ったんですということで震災をきっかけにお店を始められたそうなんですが独立のきっかけだっただ、ね、そうなんですちょうどね、うん、独立しようと思っていた時期にそういうことがあってということをおっしゃってました<ー>でそうした風評を今回の処理水放出にもつながってくるんですが、うん、影響お客さんの反応などを伺いました福島の店だから来てるっていうよりは無神手って店だから来てるっていう感じなんで 処理水があろうがなかろうが多分お客さんはそんなに変わらないと思いますどんなことやってもアンチだったりとかその騒ぐ方ってどうしてもいるからそれはしょうがないと思うんですでもそれって何も反応しなければいじめと一緒で過度な反応だったりとか何かをするからエスカレートしていくけど何もしなければ大丈夫なものを大丈夫だと思って自分でちゃんと胸張ってやってれば基本的に収まってくるって僕は思ってるんで とということで<ー>その、ね、お店の方はもう<ー>無心亭さんのファンでいらっしゃって<ー>普段と変わらずいつも以上に応援してくださる方がいるというお話でした。菅田さんがおっしゃっていたのは<ー>この無心亭さんをきっかけに福島の料理を好きになるきっかけ福島や東北に出かける玄関になってほしいというのをおっしゃっていました。もうね、本当に美味しいおおいいいいいし店でですすのでぜひお出かけたただきたいと思まホーームページ見せても 雰囲気良さそそううだねそうなんですよ詳しい情報番組ホームページや X でも紹介しているんですが、うん、落ち着いたお店ですしまたね今ちょっとお声をお聞きいただきましたけれども菅田、はい、さんご夫妻の、ね、お人柄がとっても素敵で<ー>ぜひねあのお酒日本酒置いてる日本酒すべて福島産で試飲もできますので <laughs> <ー>お出かけいいいたただきたいと思いますまあそう今回伺った割烹無心邸東京メトロ有楽町線麹町駅から歩いて1分。 ランチもやっていますがすぐにいっぱいになってしまうそうなのでランチはね予約してお出かけください、うんえー、福島県応援キャンペーン箱崎アナウンサーでしたあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK コージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました飯田浩二の OK コージーアップ 東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんですまた公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中ぜひチェックしてみてください そしてもう一つ飯田康二アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中飯田康二のそこまで言うかこちらもぜひご覧になってください忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたい時ぜひ AMFM ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください